I'm not afraid to die.
と思います、はい、私が昔カフェの店長をやったことがあって、でその時にエーデルワイスっていうララポートにあるカフェだったんですけど、その時にお笑いの勉強している子たちと一緒にカフェをやってまして、お笑いライブもそこでやってました。で今日はなんか助けに来てくれたので勉強のショートコント。どうもお騒がせしました。